佐藤信夫昭和17年6月20日は、現在の広島県福山市出身の宗教家、教育者。根高教祖の教えを教祖没後も世に残すべく、教祖の教えの記録保存や、信者の結集を行い、根高教の教団組織化を推進した。現在の根高学園中学校、高等学校と根高教学院の創立者、初代校長。根高教の三名尾信の一人で、 根高教内では、佐藤淑郎と呼ばれる。安政3年8月6日、ビンゴ国安那軍新五領村、佐藤吉五郎、万鷹市の三男に生まれる。明治4年、16歳の時大工職を目指しで子入りした。明治8年12月25日、近隣の道屋基地から、根高大臣の教えを聞き、霊感に打たれ、根高教の信者となる。明治九年二月四日、 混交教祖のもとへ初参拝。大工職の傍ら、不況に携わる。明治十二年七月三日、大工を辞め、自宅を広前として、取次ぎに専念した。明治十五年四月一日、岡山県小田郡と三岡村の平野五郎四郎の次女、寺氏を迎えた。小には、佐藤和夫、金光菊よ、小原道春、佐藤博都氏のほか、佐藤熊太郎、佐藤金蔵。 佐藤鶴など、養子もいる。根高教教団設立の願いを立て、明治15年8月、沼名前神社宮寺、吉岡の明の指導を受け、教祖の神の教えを記録するよう根高大臣に進言し、金光萩織らと記録に努めた。後に、二大白上新一郎、近藤藤森らと図って、明治18年新党根高教会を創設し、 それまで各地でバラバラであった校舎や信者組織を結集し、教師育成機関の創設など組織づくりと政府機関への働きかけを行い、明治33年6月教団の独立を成し遂げた。今校教内では教官をはじめ養殖を歴任し、対外的には今校教の代表的人物として政治的にも活躍。創立間もない席十字運動にも参加。 明治22年には、社員となり、赤十字運動の普及に努めた。恩恵ではなく過激で急進的な思想は、信仰的に問題であると考え、明治43年には、東京の森地下運兵の管化救済を始めた。しかし、ある程度の成功を収めたと感じた頃に、森地下は、高徳事件に連座し逮捕され、佐藤の救命胆願も間に合わず軽視。 この経験を踏まえ、神職及び教育者に対して、国体に関する講習会を開くことを始めた。神と氏子との関係を、親と子との関係で説明する根高教の教えから、天皇、政府と国民との関係にも当てはめた、信忠公一本の道という教義からの活動である。一例では、天皇期間説も危険思想につながると考え、大正九年二月十九日に、 国学院大学を会場に、新党各教派を呼んで、見延博士の天皇期関説が派につき、上杉博士を支援する懇談会を開催した。大正11年、茅谷一らと思想全道と労働問題解決のために協議し、水の絵部会を設立。大正14年には、この会が首相者となり普通選挙制度の体制を目指す、体制会を組織した。 また、主要活動家などを集め意見を交換し合う思想緩和懇談会を、この大正14年から大阪の根高教協会にて開催し、過激思想家の教家を目指した。昭和2年には、高徳事件に連座した武田区平の出国請願運動をはじめ、昭和4年には身柄の引き取りも行った。晩年は、宗教団体の地位安定のため、政府に、 宗教制度を作るよう強力に働きかけ、宗教団体法の設立に尽力した。昭和17年6月20日死去、87歳。ありがとうございます。